ノールカップ級哨戒艦は、ノルウェー沿岸警備隊の哨戒艦。船体は、砕氷構造を採用しており、また着氷を防ぐため、ヘリコプター艦艦、砲艦艦、上艦艦は加熱されている。ノルウェー沿岸警備隊において、了解、排他的経済水域における、警備、救難、海洋調査を主任務として、副次的に戦時における、戦団護衛任務への投入も想定されている。 このことから他の沿岸警備隊艦艇よりも強力な伝送、兵装を備えているほか、必要に応じて手砲をオートメラーラ 76mm 砲に換装し、ペンギンや NSM など艦隊艦ミサイルや CIWS を追加搭載してフリゲートとして改装することができる。当初、捜索レーダーとしては AWS-5、ソナーとしては 民生品の SP270 魚群探知機を搭載していたが、2000年から2001年にかけて、ソナーは、同国市村土社製の 14kHz 対、マルチモードスキャニングソナーである SS105 に、2006年には、レーダーも3次元レーダーである TRS3D-16ES に更新された。また関西機も、当初は、 リンクスマーク86を搭載していたが、2011年より NFH90 に更新した。当初は7隻の建造が予定されていたが、予算上の理由により、建造は3隻で終了した。3隻ともにソルトランを母港として、北部沿岸警備隊の外洋警備部隊に配属されて活動している。アンデネスは、1991年、 湾岸戦争に伴ってペルシア湾地域に派遣されて紹介活動にあたった。また1994年には水産警護活動中にシーシェパードの活動船と衝突している。ありがとうございます。